いやあ、乱世乱世どうも、ミスターアブショウでございます。本日は、光る君へ本編解説第17回、移ろい。いやあ、移ろってましたね。なんかいろんな人たちのね、えー、状況がこう変わっていくというね、回で。いや、本当素晴らしかったですね。道高が、ああ、お兄ちゃん、本当に最後ね、あ映画を極めた人間の末路、えー、非常に見応えもあったんですが。 今回もですねこちら戦国回しではこの大河ドラマの歴史的な解説いろいろねしていきたいと思いますそれでは行きましょう第17回移ろいの解説でございますさあ引き続き疫病が大流行しているよという話だったんですが道高は相変わらずね何も手を打とうとしていませんでした今まで代理に疫病が及んだことはないだから大丈夫っていうね、まあ、そういう理論で道高のね意見を却下してましたけども はい、それもそのはず、この、おこれほどのお疫病の大流行っていうのは、あなんとですね、天平9年、えー、737年に起きた、あ天平のお疫病以来、えー、200年ぶりのことだったみたいなんですよね。200年ぶりなんですよ。で、当時はあ、そのね、疫病によって、えー、藤原の四兄弟、この道坂たちのね、先祖にあたる、えー、藤原の四兄弟があ、相次いでね、死亡したわけですけども、まあ、その時は、 あのまだ平安京じゃないですからね,、えー、ね奈良時代なんで平城京なんで、まあ、そもそも代理の場所が違いますし、まあ、もう200年もね前のことですから、まあ、記憶もね結構薄れてしまってるのかなと不創略記という、ねえー、記録にはあこの時の疫病の大流行古今未だあらずというふうにね書いてますので本当に未曾有の疫病の大流行というね感じだったんでしょうね、まあ、我々はね、えー、最近この新型コロナウイルスの 大流行をね、目の当たりにしましたけども、うん、その時もね、本当にもう、こんな経験はね、なかったっていう人の方がね、多かったでしょうからね、うん、もっとその、昔に遡れば、うん、それこそ江戸時代なんかはね、疫病なんかしょっちゅう流行ってますからね、うん、こんなのは日常の風景だったのかもしれませんけども、疫病が流行るというのがね、うん、しかしまあ、現代にね、生きる我々にとっては、やっぱりね、未曾有の災害だったわけで、何かね、えー、ちょっとね、現代の我々もね、通ずる部分があるなというふうにね、思いましたけども。 はいで、ちなみにこの時のね、えー、疫病なんですけどもまあ、前回の解説で放送という風にね、えー、お話ししましたけどもまあ、色々調べたらですね。まあ、基本的にはあ放送が流行ったという風になってるんですけども、他にもですね。外略つまり咳の病気ですね、はい。咳が出る病気っていうものも流行ったという記録がありました。はいまあ、なので今回ね。こうまひろがかかったのは、そっちの外逆の方のね、えー、流行り病だったのかもしれないですね。 はい、特にその顔とかにねこう異常が出ませんでしたからね包装、うん、になってしまうとそのブツブツが体中にできてしまってで、ね、治ったとしても病気が治ったとしてもその残ってしまうんですよね皮膚にね、うん、で,でもまあ真疲は特にそういうのなかったんでそっち側の外虐とかそっち側の病気だったのかもしれないですはい、まあ、いろいろねこれがインフルエンザだとかねそういうふうにも言われてますけどもまああの現代のねインフルエンザと全く同じかどうかっていうのはちょっとわからないですよね うん、当時の記録を見ててもなんかその放送だったり、えー、この咳が出る風だったりみたいなねあのこの後道金、ね、死んじゃいますけど道金もねあの映画物語の中ではその風で、えー、倒れたっていうふうに書かれてますんで、えー、風っていうのが、まあ、当時でいうところその咳が出たり熱が出るっていう病気なんで道金は放送じゃない可能性もあるみたいなんですよね、うん、まあ映画物語をどこまで信頼していいかっていう問題はありますけどねまあそういったことからですね まあこの時の流行り病っていうのがまあ現代のねえ病気の名称でねカテゴライズできないような当時の人たちにとっても新種のウイルスだったかもしれないですね。はいまあ、この疫病の流行っていうのはもともと太宰府からね始まっていますんで太宰府っていうのは九州のこう貿易の玄関口でもありますからその大陸の方からね人がやってきたりとかもするんでもしかしたら国外から持ち込まれたウイルスだったのかもしれないですよね。 まあそしてその疫病対策、道高が何もしないので、えー、道長がですね、自分で、えー、自腹を切って、いろいろね、その疫病患者の休ませれるね、小屋を作るみたいな話をしてたわけですけども、まあ、実際道長がそういった手を打ったっていう記録はないんで、まあ、道長がこの時何してたのかよくわからないんですけども、おドラマの中でそういうふうに描かれてましたね。 はい、でそこであのちょっとだけ説明があったんで一応触れておこうかなと思うんですけど、えー、トモ子がですねその道長のお仕事にですね手を貸してあげるみたいな話で、えー、トモ子の財産 をを使っっててて、えー、小屋を建てるみたたいなな、ね、話になってましたよね、はい、女性の財産権について少しナレーションが入ってましたあ当時の夫婦はですね女性と男性でそれぞれ、えー、夫と妻で、えー、それぞれ財産を別々で持っているっていうのが普通だったよっていう風に言われてましたね、うん、まあそんなの当たり前じゃんっていうね、えー、思った方もいるかもしれませんしああそうなんだってね意外だと思った方もいるかもしれませんまあこれはあ歴史にね興味がある人と特にねない人で結構感覚が変わるのかなっていう感じはしますけど これがですね、その中世まあ私が好きな戦国時代なんかはあこの財産権がね、えーまあ、しっかりと区分、まあ、されていない,い,いともね、まあ、一概にも言い切れないんですけどもあの、まあ、ざっくりね、えー、言いますと、まあ、一応もちろん、ね、女性にもその財産の権利っていうものはある程度あるんですけどあの基本的には戦国時代っていうのはその家の,その財産権っていうものは嫡男に継承されていくっていうね。 えー、家の中で、えー、一人決められたあ男の子男子だけに、えー、その家のおだけだったらおだけの竹だけだったら竹だけの財産というものがあ与えられるで、えーまあ、そのお中でその兄弟とか他の家族は家、まあ、長に養ってもらうっていうまあこれは基本的なシステムなんですよね戦国時代っていうのは、はい、でもおそれまでは戦国時代になるまではあそういうのなかったわけですね個個人個人に、えー、みんなこうう財産というのはあ分割 で、相続されていくっていうものだったんですよね。その家長の一人だけが全部管理して継いでいくっていうものは、あ戦国時代、まあ、室町時代以降ですかね、えー、主に。まあ、鎌倉時代ぐらいから、まあ、徐々にね、そういうのも入ってくるのかもしれませんけども。まあ、こういうのは、あの、全国一律に一斉にこうね、現代の法律みたいにバッと施行されるもんじゃなくて、まあ、じわじわ広まっていくもんなんで、えー、一概にこの時にこうなったというふうのはね、言えないんですけども。まあ、戦国時代には、まあ、ほぼそういう形になっていて、まあ、その女性のね、えー、財産権っていうのが、 しっかり分かれてるっていうのはやっぱりこの平安時代鎌倉時代とかのね特徴なのかなというふうに思います、うんまあ、こういう平安時代みたいにその向こう入り込んでねその女性の実家に夫が行くっていう形であればねその方が多分いいんでしょうけどね鎌倉時代以降武士の時代室町時代とか戦国時代とか武士の時代になってくるとやっぱりそのねえー 戦戦戦いのの闘機で戦うのは、まあ、男子になるわけですからね、まあ、男は中心になってこう、ね、家を守っていくなのでその向こう入り込んでね、えー、女性の方に行くっていうことをしなくなるわけですよね女性の家の方に入ってしまうとその男,の、ねえー、男の人がその先代の当主から受け継いだものっていうのが竹にまあ流出することになっちゃうんでなるべくそれをまあ防ぎたいっていうねその家っていう一つの,この共同体の感覚っていうのが、まあ、まだそれほど、ね、発達してない時期なんで。 個人個人がそうやって財産を持ってるっていう時代だから今の現代の方が近いのかもしれないですよね、うん、一つのその家に属しててみんなでその家のね、えー、こう家の財産っていうものをみんなでこうなんか守っていく盛り立てていくみたいなことは、まあ、現代人もしないじゃないですか基本的には個人でみんなねちゃんと口座持ってて、えー、自分のお金は自分のお金ってね、うん、その中でまあこう仕送りだったりとかねや,やり取りはあるとは思いますけども基本的に個人があ個人で管理する。 現代に近いいかもしれないですよねだから中世の方があの我々にとってはまあこうちょっと常識が違う世界なんですけど、うん、でもやっぱ戦国時代とかがね人気ですからそういう時代が好きな人からすると、うん、それがねそんなの家があ持ってるのは当たり前じゃないかっていう風に、ね、感じるかもしれないんでまあこういったナレーションがねわざわざ入ったんでしょうねさあそして今週の未知兼ちょっと早いんですけどちょっとね中野関白家の没落について詳しく話したいのでちょっと先に すいません。先にって言って謝る必要もないですよね。先にすいませんとか言ってね、謝る必要もないんですけど、えー、今週の道金をね、話しておきたいと思います。はい、今週の道鐘、ねえー、道長、それから秋子とですね、協力体制を築いている様子が描かれましたね。いやー、あんなね、なんかもう一人だけね、ビチビチに生きって、なんかすごいずっと浮いてたじゃないですか、道金、ね、その道金にこうやって仲間ができてるのは嬉しいですね。 はい、道長、明子と共に力を合わせて、えー、次の関白ですね。もう道坂が長くないというふうに見られていたので、えー、その後をですね、えー、道兼が告げるように、私もいろいろ動くわというふうに言ってですね、明子たちをね、協力するシーンがね、出ていました。いやー、明子も頼もしいっすね。うん、さすが金家のね、え、娘ですよね。一番この、<laughs> 暴略とか策略が似合いそうな感じになってますけども。まあ、この時、道兼がですね、道長と協力関係にあったっていうのはですね、 まあ、史実的にも実際そうで、えー、この時期ですね道長が道兼のお子供ドラマには出てきてないんですけどおいるんですよ金高っていう男の子はね、はい、その子の果敢役になってるんですよ果敢役っていうのはあそのねこの帽子をかぶることがあ当時の男性にとってはその成人の証しですから君はもうい立派なあ一人前の成人だっていうふうにこう認められたね えー、時にですね、まあ、儀式を行うんですけどその時に果敢、えー、役っていうのを決めてですねその人がこの冠とか帽子をかぶせてあげるっていうのがあるわけですね。はい、でそれをかぶせた人を烏帽子親って言ったりするんですけども烏帽子親っていうぐらいですからね、はい、その実の親と同じようにですねその子を、まあ、貢献していくっていうようなあ立場になるわけです。だから道長は道の息子の貢献役になったわけですよね、はい、これは実際の歴史の史実の中でそういうふうになってますので、えー もしねこの先道兼がね長生きしていたらあ道長はその道鐘それからそのこの金高っていうのを、まあ、補佐していく貢献役として、えー、道兼政権をね支えていったんじゃないかなというふうに考えられます、はいまあ、そこにはあおそらくねそのこれ近いの不信感っていうのをお,お互い持ってたからでしょうね、まあ、道隆だったらねまだ 良かったのかもしれませんけども、やっぱこれ地がまだまだ若くてですね。まあ、色々とこの先に任せるのは心配だとかね。あまあとにかく人気がないんでね。これ地下っていうのはね。そういったところから、道か、ね、道長をね利害が一致して協力関係を築いていたと思います。 それに道高自身も別にね、自分で関白、えー、になりたいぜとかね、関白摂取になりたいぜって言って、他の奴らを倒して乗し上がったっていう人じゃないですからね。たまたまお兄ちゃんたちが連続でバタバタ死んで、で、これっちかも自滅していって、トップに登り詰めたっていう人なんで、まあ実際ドラマみたいにね、自分がぐいぐい前に行くっていうよりは、まあ、弟として、えー、兄を支えるっていうようなね、まあ動きをね、えー、するっていうのはあ、まあ自然なのかなというふうに思いますね。そして道高があ、もうもはやね、 先が長くないと誘ってですねまあ工事を,を道金に託すわけですけどもいやそこも良かったですね道金はね一言も喋りませんでしたから一体その境中がねどういったものだったのかっていうのはわからないんですけども実際どうだったんでしょうかねうもうこれ天下目前っていうことですからねもう道金の天下目前なんですよまあ歴史を知っている我々からしたらあこの人七日間白だからすぐ死んじゃうんだよなってわかってるけど本当に急死なんで周りの人は誰も知らないし ね、よもや道金自身もね自分がこの先すぐパラッと死んでしまうとはまあ思っていなかったかもしれないんでね、うん、内心どうだったんでしょうかねああいうふうに道高にね言われて「これちかのねこと頼む」っていうふうに言われてましたけども、うん、自分がねもう思うように自分の天下だからね思うように好き放題にしてやるぜって思ってたのかね、うん、それともまあ,あそうね えー、お兄ちゃんに言われた通りねまあこれ千葉の面倒見てやるかと思ってたのかちょっとわからないですけどもまあでも大鏡とかに書かれてる道金はね兼井が死んだ後の跡継ぎに、ね、なれなかったってことをすごくね、えーまあ、憎んでいたっていう話もありますからね、うんうん、あんな風に言われてもざまあみろとね思ってたかもしれません、うん、内心はどうだったんでしょうかね、うん、なんかまるでその戦国時代のね豊臣秀吉が幼い秀頼を残してね、えー、死んでいく時に、まあ、本来なら一番の敵になり得るね徳川家康に 後を頼むっっっってててて言ねねね死んんでいったのとなんか、ね、似てるなぁとななか似る思って、ねまあ、本当にその権力者がね、えー、自分のね後をしっかりとね、えー、こう息子とかに継承するっていうこの難しさ、うん、特にね現代よりも寿命の短い当時ですからね、うん、非常にねこうそのね苦労っていうものがねよく描かれてましたね今回ね、うん。さあそんな中野関白家の没落なんですけどもちょっともう一回ね振り返って見ていきたいと思います。 まず道高があ,あちょっと前回からあ結構ねこう水を飲みまくってるシーンがありましたけど、まあ、今回はねより顕著になってましたね「水を持ってこい」とか言ってね言ったりとかあとは、ね、布団で寝てる時にね「水くれ」って言ってあのなんか。 おけごと、こう、ガボガボ飲んでるみたいなね、シーンとかもありましたけども。はい。糖尿病になると、あそこまでね、水欲しくなってしまうんですかね。ちょっと怖いですね。なんか私も一言じゃないですから、糖尿病って言ったらね。<laughs> 多分自分がかかる、かかって死ぬとしたら、うん多分この飲水の病なのかなっていうふうに思ってるんで、ちょっと見ててすごくヒヤヒヤしましたけどもね。はい。病状がどんどん悪化している様子がね、描かれていました。はい。で、えー、これがね、呪疎なんじゃないかというふうに思った道高は、春明らを読んでね、 えー、な自分のねこの病気は何なんだとね「呪詛なのか」というふうに聞いたらですね「まあ、寿命だ」と言われてしまうというねところもありました。 はいまあ、実際にこんな風にね、あの道坂に対して、春明があもうこれ寿命だから無理ですよみたいなことを言ったっていう記録はないんですけど、まあ、ここはドラマのオリジナルだと思いますけどね、非常に面白かったですね。まあ、やっぱりね、春明も責任のある立場ですから、まあ、軽々しくは言えないですよね。それに、これがもし、呪、え、詛、ー、だというふうにですね、えー、言ってしまったらですね、まあ、その呪詛の原因を探さなきゃいけないし、誰がね呪詛してるんだとかね、でその邪気を払うみたいなね、いろいろ儀式もやったりとかしなきゃいけないんで、まあ、仕事がめっちゃ増えるわけですよね。 まなので、春明はね、ちょっと面倒くさがって、寿命っていう風にね、言って、まあとりあえずね、やるだけやってみますけど、という風にね、言ったのかなと思いますよね。うん、まあだから、この本当に、あの、光る君の中の春明は面白いですよね。うん、なんかこう、動き方が本当になんかこう、損得感情で動いてる、うん。なんかビジネスマン、陰陽師みたいな感じでね、面白いですよね、うん。とりあえず寿命だって言っとけばね、それ祈祷して、万が一ね、生きながらえたら、 あの春明の祈祷のおかげありがとうってなるしで普通にそのまま死んじゃったらねああもう自分だからしょうがないよねって言って別に責められることもないしね、うん、これなかなかうまいこと言ってるなっていうふうに思いますけどうんまあ春明はねこのあと道長とかのね面倒もすごいたくさん見ることになるんでねまだまだ出番はあると思いますけどね大丈夫なんでしょうかね、うん、道長も結構病気がちなんでその都度春明にいろいろ相談したりしてるから、うん、その時ねちゃんと働いてくれるのか心配ですねこの感じだとね心配だな心配だ心配だ そしし、えー、してててに対も伏線が貼られてましたね、はい、詳細のもとに通う,う通いに行こうとしているところが、ね、描かれてましたさきの大乗大臣三の君って、ね、いうふうに言ってましたけどもさきの大乗大臣っていうのは藤原のため光つまり忠信、えー、の,のお父さんですね般若の叶さんが演じている忠信の,のお父さんの3番目のお女の子ということなので三の君でございます。まあ、つまりりの,の妹でもあり えー、火山天皇の女房であった佳子ですね死んじゃったあの佳子の妹でもあるっていうことですねはい、まあ、なのでね、えー、その愛人にするにしてはねなかなかその身分の高い女性じゃないですかって高井が言ってましたけどねそうなんですよちょっといいところねお嬢さんとこの時ねコレチカは遊んでるんですよねまあ何て言ってもね内大臣ですからねそれぐらい身分の高い女性とねあ遊ぶこともできたんでしょうねしかもコレチカっていうのはね貴公子ですからね才能もあって容姿もね淡麗で ただこれがあ後の聴徳の辺の、ね、きっかけになる火山法王との盗乱の原因になってしまうわけですね。はい、いやーこれね本当に楽しみですねどんな風に描かれるのか火山法王も、ね、しばらく登場してませんからそろそろ出てくるんだろうと思いますけどね、はい、楽しみでございます。まあ、この三の君をめぐって火山法王とコレチカが、まあ、盗乱を起こしそして、えー、没落していく失脚していく、まあ、始まりがね、えー、なるわけですよね。はい、ここもねどう描かかれるのか楽しみでございます はいえー、そして、えー、清少ゴンとーターノブ、はい、このね二人のねよかったですねこの二人のねやり取りなんかも、はい、なんかターノブがねすごいその清少ゴンにねいろいろ言ってるんだけどもなんかあんまり釣れない感じ出してましたよね。 中、ね、がね深くなったからといってね自分の女みたいに思わないでとかで、ね、<laughs> なんかトレンディードラマみたいなセリフが出てましたけどもあんなにね最初はもう清少納言がターノ信様素敵みたいな感じだったのにねなんでこんな冷たくなってんのって話なんですが、まあ、この理由はですねなんとマクラノソーシに書かれてるんですよねマクラノソーシの「琴野の恩ために」っていうね、えー、書き出しで始まる段にですねこの二人の関係が書かれてるんですよ。はい なんか、ターノブがね、最近冷たくないみたいな。なんで最近、そのね、仲良くしてくれないのっていうふうに、こう、聖書納言に言いに行ってですね。それに対して清少納言が、いやね、これにはちゃんと理由があるんですと、言い訳をするんですよね、はい。あんまりターノブと仲良くなりすぎたら、なんかその、あなたのことを褒めてるのが嘘みたいになっちゃうでしょ、と。 まあ、ターノブは非常にその,あの歌とかねそういうのもうまいですし才能のある人なんですよすごく。でそれを清少納言は結構褒めてるんですよねターノブ様の、ね、歌が素敵ですとかねターノブ様さすがですみたいな結構ターノブのことを褒めてるんですよいろんな人の前でね人前で。 ターノ褒めてるんですけどもし2人がね愛人関係になってしまうと周りからそう、ね、2人は付き合ってるからおべっかでねそういう清少納言はターノムのこと褒めてるんでしょうっていうふうに言われかねないから、まあ、だからあえて冷たくしてるんですみたいなね、えー、ことを言ってましたね。うん、これがなかなかか面白いですよねね、うん、やっぱ、ね、その清書納言 がそもそも、すごいその、才能のある人物としてね、周りから評価されてるわけじゃないですか。あの、有名な歌人、清原のね、元助の娘ということで、えー、非常に高く評価されてる。その、清少納言が、まあ、いいと言えば、ああね、あの人すごいんだっていうふうになるわけですから、まあ、清少納言の言葉の重みっていうのがあるわけですよね。うん でもそれがそのね2人が付き合うことによってあれはお互いね好きだからそういうふうに言い合ってるだけだってことでこのね清少納言の言葉の重みが、まあ、なくなってしまう可能性があるわけですよねだからまあ本当に宮かいって大変ですね周りのことをもういろいろ考えなきゃいけないだから私があ,あなたをねこれ以上仲良くしないのはそのためなんですっていうふうにこう、えー、清少納言がね、まあ、言ってるとい,という話がありますね、うん、だから 忠信はなん、ね、のはでこんなに釣れないんだよみたいなねちょっとあの不満そうな顔をしてましたけども、まあ、聖書納言はね心の中ではドラマの中ではそういうね話はしてなかったけど、まあ、心の中ではねそんな風に思っ,てたかも思ってたのかもしれないですよねうんまあなんかちょっとツンデレ的なことなんですかねわ、まあ、かんないですけども、はいまあ、だからねあんまりこう人,が人に見えるところでねイチャイチャせずにですね、まあ、どっかね裏でやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。<laughs> はいえー、そして「改元ですね、えー、言語を変えるということで、えー、省略から「超徳」になってましたね聴徳これが「超徳」「超徳」「超徳」「超徳ということでね「超徳に聞こえるから「よくない」っていうふうにまあサイエンス家が怒ってたわけですね。はいまあ、これは実際ににの中に書いてます また、あ油器の中ではですね、まあ、サインスケがあ怒ったっていうよりは、金、え、刀、っと、ですね。金刀の方が、あこの蝶毒が良くないんじゃないかと。蝶毒と称すべきかというふうに言って、まあ、サインスケに言って、でサインスケはそれを書いたっていう形に醤油ではなってますね。はい。まあ、要はダジャレ的なことですよね。うん、毒、毒が毒に聞こえるから。 良くないとたださにも疫病がはやってるのにっていうねえー、こうですねさらにこの「徳」っていう字はあんまりあのそれまでですね、えー、言語に使われたことがなくて、まあ、一度だけ使われた時が「まあ、天徳」っていう言語で、えー、村上天皇の時代なんですけどねでその時にもおちょっとこう疫病があ流行ってたあみたいなんで、まあ、ちょっとなんか縁起が悪いぞっていうことで、まあ、この蝶徳に対してねその苦行たちはあんまりいい顔をしてなかったみたいですね。もともとはその村上天皇の時代にあの開言の時の候補に上がってた。 あものを、ね、引っ張り出してきたみたみいな話らしいんですけど、はい、いやそんなことでそんな文句言うのみたいなね、うん、感じもしますけど、まあ、当時の、ね、人たちは本当にこの縁起っていうものをすごく大事にしますし特にこうねダジャレみたいなあ言葉っていうのはですね、まあ、やっぱ言霊的なことなんですかね言葉にやっぱ意味が宿るいろいろ宿る霊が宿るという風にもね考えられてるからっていうことなんでしょうけどすごくそれ大事にするんですよね。あ タイとね目で鯛をかけてその鯛がその縁起のいいものとするとかさあ他にも黒豆とかはねこう豆になるからいいみたいなね、うん、そういうのをこうバカ真面目にやってる時代ですからその逆もしかりでこういうねあの響きが似てるとか音が似てるっていうのはすごく嫌がられたんですよね悪いもん似てるっていうのは、まあ、ちょっと先の話になりますけども、まあ、私は結構好きなあエピソードとしてあの義経あの源の義経がいますよね、えー、鎌倉時代の。 この源義経があ、頼朝に反旗を翻して、まあ、最終的にその朝敵になったわけですよね。えー、まあ、謀反人と、国に対する謀反人という扱いを受けて、で、平泉までまあ逃げていくという話があるわけじゃないですか。まあ、その時にですね、えー、その時の藤原氏の九条金金っていうね、えー、それこそ関白とかをやってた人なんですけど、その金金の息子にもですね、義経ってやつがいたんですよ。漢、ま、字、あ、は違うんですけども、 良い、良い方のね、常って書いてね、義常っていうのがいて、まあ、義常が平家を滅ぼした英雄だった頃はですね、名前が一緒だったのは良かったんですけど、義常がたちまちそのお、犯罪者になった時に、もうその名前が一緒っていうのは縁起が悪いっていうことで、えー、その、源義常の方の名前を義行っていう名前に変えてですね、勝手に朝廷が。勝手に人の名前を変えてですね、えー、あいつはもう義常じゃないからと。 あいつはもうこれから義行だからっていうふうにこう名前をね、変えて、えー、指名手配犯、源義行っていうふうにまあしたみたいなね、話もあるんですよね。うん、で、その後全然、その、義常が見つかんないから、義行じゃなく、義行だと、えー、行くっていう字になってるから、逃げて行くにかかっちゃうから、あやっぱ義、 明にしよう、義明に明らかにしようってね、この明らかにするっていう字を使って、えー、見つかるようにってことで名前を変えてまた、えー、あいつは源の義明ですみたいなねしてるとかもあるんですよ。なんか本当ねなんか子供みたいなことやってんなみたいな感じするんですけど、まあ、これを大真面目にやっていたのがまあ平安時代というわけですね、うん。だからこの超毒超毒っていうのもね、あんな大の大人たちがね、そうねこう言い合っててね長い毒ですよとか言ってねなんか三つがアホっぽいけど。 まあ当時の人たちはまあすごく真面目にそういうことを考えていたわけですね。の、はい、の良し悪し悪っていうのが、ね、あるわけですね、はい、でそんな中ですね、えー、もう本当に道高の、ね、命が残りわずかとなってきてですね「えー、もう早く未公明未公明未公明っつってねだいぶちょっと土地狂っちゃっていましたけども、まあ、そんな中ですねコレチカがあ内乱のお戦時を受けると、えー、一時的にですけどね、えー、そのお道高の病気の間だけというまあ限定付きで内乱になりました。 はい、でこの内乱っていうのがですね、えー、また後々ねこう大きなあ一つの、ね、役職になってくるんですけども内乱っていうのはもともとはその職じゃなかったんですよねその職役職のポジションじゃなかったんですよね関、えー、白のやる仕事の業務内容だったんですよね内乱っていうのは、まあ、ドラマの中でもね説明がありましたけども天皇とかに創造される文書を一回こう見ると見てチェックして、えー、これは天皇に通した方がいいとか天皇に通さない方がいいとかねこれダメキャッカーみたいなことを一、まあ、回やって で、で、それで、天皇のところに持っていくっていうのが、関白のやる内乱という仕事だったんですよね。仕事のことだったんですよ。まあ、でもこれがですね、えー、ちょうどこの時から20年ぐらい前の時に、えー、藤原の金道っていう人が、この内乱の仕事を、そのなんか役職みたいにしたんですよね。はいまあ、この時も、その当時の関白が急に死んでしまって、 で次の関白どうするってなった時にその金道がね後を継がなきゃいけなかったんだけどまだこの時金道は昆虫納言だったんですよで関白っていうのは普通その大臣を経験した人間しかなれないんで関白にすることができないとでもその関白の仕事である内乱をやらなきゃいけないだからこの内乱っていうのを一つの仕事にして昆虫納言の金道でもつけるようにしたっていうのが20年前にあったんですよね でこれをドラマの中では貞子が引っ張り出してきて、えー、内乱にし,してもらいましょうっていうねそうすればあ後々ねその,そのままあ関白にステップアップすることも簡単になるでしょうから一旦こう内乱にしてもらってで、えー、道高が動けない間あーコレチカがその関白とほぼ同じ、えー、仕事をするというふうになったわけですね。 まあ結局これはあそう一条天皇がねよしとしなかったのでその道高の病気の間だけということで道高が死んだ後はですね、えー、この内の座が道長に回ってくることになるんですけどまあねこれも本当になんか皮肉ですよね。う中野寛白家が色々とこう洗礼を 無視してまあこの内乱に関してはね一応洗礼があるんですけども、まあ、普通はやらないようなことを結構バンバンやってると例えばその貞子をね、えー、無理やりその中軍にねしたっていう話もそうですけどこれをやった結果道長が自分の娘の少子をですね、えー、無理やりね皇后を、まあ、中宮にねすることができたっていうことがねあるわけですからね、うん、色々とそののなんか裏目に出ちゃってるっててるうのはね。 なかなか悲しいなというふうに思いますけどもこの時これ地下は内乱になりましたと、まあ、ただそれはもうほぼ付け焼き刃のようなねものだったということでございますそしてついに中野関白道高が皇居最後は妻の高階のね騎士高子に見送られてね行きましたそこでねまたこの和歌がねこう効果的に使われてましたよねすごい良かったですねこれは百人一首に載ってるものですね実際にこの高階の騎士高子が歌ったと言われているものです 忘れ地の行く末までは固ければ今日限りの命ともがなというね歌ですね。はいでしかもこれ、えー、そのね百人一首の中で中野関白道高がこの高階の騎士のもとに通っていた頃に歌われた歌という風に書いてるんでまあドラマに言われた通りこの歌をね聞いて高子に決めたっていう風にね言ってましたけど本当に二人がその付き合いだした頃に、まあ、歌ってた。 高子が歌歌った歌とといいうことでございます、はいまあ、どういう意味なのかというとあなたはあ絶対にね私のことを忘れないと言いましたけども育成まで、えー、生涯かけてねその思いがね、えー、続くというのは難しいとだから今はね私のことが大好きで、えー、お前が一番だとお前のことは絶対忘れないと言ってくれてるけどいつかその気持ちも変わってしまうかもしれない変わってしまうものでしょうとだったら今日限りの命ともがなもう今日死んでしまった方がいいわっていうね まあそういういちょっと歌なんですよね、うん、もう幸せの絶頂なうちに死にたいとあこの先ね自分に興味を失って他の女のところに行ってしまうとそういう恐怖があるわけですよね常にこの平安時代の女性には何な,ならねお父さんのこの道高のお父さんのね、えー、金家なんかはあそういうことをしまくってで「かげろう日記」のね「未実な母」にいろいろ書かれてるわけじゃないですかまた違う女のところ行ってるこいつみたいなねだからそれがまあ当たり前の時代ですから。 うんこうね多くのね女性にすごく共感されるような歌だったんじゃないですかねいつかね自分のことを何とも思わなくなるぐらいだったら今一番幸せなこの時に死んでしまいたいっていうあなんかねちょっと気持ちは分かりますねそうですよねもうやっぱね怖いですもんね将来のことを考えたらね私もね今でこそこうやってね動画撮っていろんな人に見てもらってね NHK さんにも呼んでもらったりとかねいいことたくさんありましたけど。 これが続くとは限らないしもしかしたらまたみすぼらしい、ね、人生が待ってるかもしれない、ね、こう世の中にはねこうオワコンになっていく YouTuber 山ほどいますからあー消えてしまうかもしれないだったらもう今楽しいうちにね死んでしまった方がいいんじゃないかとタカコはこんな風に歌ったわけですけども、まあ、でも実際、えー、道隆はね、まあ、生涯、えー、こうねタカコのことを忘れなかったわけですよね 北の方としてね、丁重にもてなして、この高階の一族もね、出世させてますからね、道高は。まあ、それが周りの苦行のね、反感を買ったわけですけど、身内 B 期っねうん。でも、おこうね、道高っていうのは本当にね、その家族思い。人としては、すごくね、うん、いい人だったんじゃないかなと思いますね。政治家としてはダメだったかもしれないですよ。うん、でも本当に、えー、家族思いでね、家族のことばっかり考えてる人だったのかなっていうふうに思いますね。うん、まあ、だから、 ちょっとね、中野関白家っていうのは、うん、悲しいねこう、没落を迎えてしまいましたけどね。うん、それもなんかこう、うん、ちょっと合ってなかったのかな。道坂の人柄にね、うん、この政治家の頂点っていうのはね、はい、そんな風に思いました。さあ、本日の話はここまででございます。いかがでしたでしょうか面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いするでござる。えー、そして、えー、最後の告知になります。はいえー、もう今週ですね。 5月3日金曜日祝日、東京秋葉原でトークライブを行います。はい、詳細はこちらにございます。チケットもね、まだあーあー余ってますんでね、ぜひよかったら遊びに来てください,、はい。トークライブの後はね、打ち上げとかもね、しようかなというふうに思ってますんで、はい、ちょっと武士道とね、一緒に酒でも飲みたいぜっていう方も、よかったらあ来ていただければね、嬉しいです。お待ちしております。はい。というわけで、えー、本日ここまででございます。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ